はい、こんにちはです。じゃあ今回ですけども、ビクター・オシメン選手のおすすめ育成を紹介していこうと思います。いや、オシメン選手ね、リアルでもね、めちゃくちゃ活躍してますよね。前ね、ディフェンダーをめちゃくちゃ背負った状態からね、シュート決めてるシーンとか見て、もうめちゃくちゃあいつすごいなって思って感動してたんですけど、まあそれがついにね、こういう風にショータイムで登場したっていうことで、いい感じの育成を紹介していこうと思います。はい、こちらですね。シュート9、パス1、ドリブル6、クイックネス10、脚力7、エアバトル4。ちなみに、チムスタ100時にこのような能力になります。いやー、強そうですね。尖ってますね。オフェンス90、決定力90、スピード93、瞬発91。いやー、あと、脚力も80のスタイルとか、フィジコンも87とかあるんでね、なかなかいいと思いますし、おすすめです。なんでこの育成なのかっていうのをオシメン選手どういうふうに使われるのかって見ながら紹介していこうと思います。まずオシメン選手は186センチ75キロの選手ですね。ちなみに利き足は右足になります。でね、オシメン選手はね、結構今の環境にね、刺さってる選手かなと思うんですけど、なぜかっていうと、ここのね、チェイシングがついてるんですよね、スキルの方で。なんで、結構今の環境って事故りやすかったりするじゃないですか。で、そういう時に、こう、もたもた CB とか、サイドバックしてる時に、オシメーンがチェイシングして、こう、パッてボールかっさらってくれて、そこからこう、シュートってゴール決めてくれるっていうのはあるんですよね。なんで、かなりね、当てた人当たりだと思うんで、もう大事に大事に使ってくれたらなと思うんですけどね。あとはライブアップでもね、ずっとなんか A とか B とかにいて、結構調子も安定しますし、なんか実質最近はもうレジェンダリーとか、まあ、エピック、ビッグタイム超えてるんじゃないかっていうふうに言ってる人もいますね。で、まあ、そう、CF の選手なんで、シュートね、いっぱい打ってくれたりとか、ゴールを決めてくれる選手になってくれると思うんですけど、まあ、なんでね、ゴール決めてくれやすいように、あとラインブレイカーの選手なんで、裏抜けもね、してほしいんで、こう、クイックネスを上げて、オフェンスとか、高めたっていうのがありますね。あとはシュートいっぱい打ってもらうんで、決定力90に乗せました。提示100時に。で、その次にね、脚力。脚力上げるといいのが、スピード、キック力、スタミナっていうのが上がるんですよね。まず、スピード上がるのは大事ですし、まずキック力が上がるとね、強いシュート打てるんで、強いシュートになればなるほど、相手キーパーに触られても弾いたけど、弾ききれなかったみたいな感じでゴール決めてくれたりするんで、ここは出ておくのはかなりおすすめです。で、ちょっと余ったところはね、ドリブル、エアバトルに振って、あとパスもね、1振ったって感じになりますね。あとドリブルもね、やっぱりそのボールコントロールとか高い方が、裏抜けしてトラップした時にトラップが伸びづらくなって、ちゃんとシュートね、早く打てるんですよね。なんでね、こことかもすごい大事ですし、あとやっぱドリブルもするんでね、ドリブル速度、数値低いと、ドリブル速度速く、ごめんなさい、遅くなっちゃうんで、ここも上げておくのがおすすめですね。あとはやっぱ、フィジカルも上げて、ヘディングとかも勝てるようにしたりとかして、最後1はまたね、パスに振ったっていう感じになります。あと、シメン選手はね、結構エアバトル系も優秀で、スキルもエアバトルヘッダーとかついてるんで、こうヘディングでも結構決めてくれるんで、クロスとかも結構決めてくれる印象がありますね。周回 FP のオシメンしか使ってないんですけど、まあかなり決めてくれました。あと普通にシュートもかなり上手かったですしね。でもこういう感じで育成するとね、バランスよく強くなると思うんで、ぜひやってもらえたらなと思います。まあ、ただね、この育成が全てではないですし、他の育成も正解あると思うんで、こういう育成にしてすごい良かったよとかあれば教えてほしいですし、この育成にして使用感どうだったよとかあれば、また教えてくれると嬉しいです。じゃ今日はね、こんな感じで動画終わりしようと思うんで、今日も明日も See you again. ウィンでした。失礼します。